はい、なんとなく修理の時間でございます。やっていきます。これちょっと邪魔だな、うん、Z さんの軟式ですけど、平掛けね。で、平掛けはこれね、やりづらいところがあります。いつもはね、こちらのニードル使いやすいんだけど、ここね、こうでしょ、こう通しづらいのよね。だから今回はこれ使わないですね。で、それ用にじゃじゃーん、ニードルを針金のね曲げて使います。ここ専用にね。で、こういう風に、ほら通りやすい、こうしてクッてやったら、ほらキュッてこう、これを使っていきますね。なので久々にこのレースに穴を開けます。ポンチがあるので、これでこう当てて、トントン、ポイ、これで角も取れて綺麗にね、穴が開きますね。はい、じゃあ早速ね、やっていきます。ここ通して、こうですね。これ角があるとね、引っかかるんで。で、これな、まあいつものことだけど、カサカサでしょ。見てくださいよね、ここね、チュロチュロって塗るだけで、ね、全然変わりますから。ほらね、こっちは綺麗か、まだね、ボール当たらないから。で、ちょっと足りないかな、ちょっとだけやっとこうか、時間が許せばね。で、キュ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 、どこ行った？ほら、全然違うでしょ？じゃあ修理の方いきますね。スタート、これスタートがね、ミットによって違う時があるけど、ここね、よいしょ、うん、よし、どんぐらい引っかかるんだろうかな。で、レースの向きね。で、これをこう行くんだけど、行きますよ。これね、ん？ほら、通しやすいでしょ。キュッキュッと、こうね。で、今度は。こう来たから、これがこうだから、ここはねギュッと、
てきますよ。飛ばし飛ばしでね、これたまにね、あのいいかな間違えてね、あれくそよいのしじゃんってなるんだけど油断してるとね、うん、でこうでしょ、よいしょね、こんな感じで端っちょうん、向きはこうか、よし、うん、こっちだ、よいしょ、でこう来てここまでね、ハブできましたね。じゃあ今度はこっちね、これ考えた人面白いよね、先人の知恵というか、よいしょ、あれなんでこうこんなに走ってるの注意してるのよ、いしょ、これね引き具合でね、またこの感じが変わってくるから、よいしょ、よいしょ、うん、引きすぎた、はい、じゃあ戻っていきます。ここね、キュッ、これ前何年か前にやったかな、この曲げるやつね、うん、ニードルを作るってのもやったよね、プルタイプのやつね、いつだったかな、もう一回見てみないとダメだ、で最後ですね、もうね、そんなに時間はかからないんだけど、このねニードルがまっすぐだとね非常に時間がかかるっていうね取らないなとクックッてやってやるから、はーい、できました。で9、よいしょ、うん、それくらい、よいしょ、うん、 OK ね、はい、これどうなってる、あ、抜けてるではないか、気にしない人なんですね、よいしょ、にん、うん、ちょっと行ってみようか、よいしょ、あ、これくらいかな、うん、こっちは大丈夫ね、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、で来ました、でできたけど、ちょっと最低このポケットだけね、カサカサだからちょっとしときます、ちょっとね、そんなやらないよ、ちょっとやってきます、ご希望があればね、これご料金が発生しちゃうから、発生しない範囲、ちょろちょろとだけね、気持ちだけ、気持ち悪いから、
うん、ほら全然違うでしょ。たまのね、つかみが変わってくるから。軽く豚だけかけとくね。はい、ちょっとでね、蘇ります。今日はここまでです。ありがとうございました。ね、うん。はい、今日はメンバーさん向けにね、お知らせでございます。今日お昼にね、流したんですけど、チャンネル開設10周年ということで、今あんまり見づらくなってる、初回からの、私のね、古い動画をちょっと掘り起こして、今回は10回分やってみましたけど、どんな感じかっていうのは、見た人もね、ご存知かと思うんですけども、懐かしの動画シリーズということで、10番まで。1回目ね、これ、店舗紹介だったんですよね。これ1回目作ったのがこの動画でございます。その後、あれだ。どうなった？その後、こうやってるんだけど、最初のうちね、顔もあんまり出さないし、喋らないんだもんな。めっちゃおもろいっていうね。こんなことしてたよねって基本に戻って、でもやってる内容は今やってる基本になる内容が軸になってて、10本ね、もう一回見直したんだけど、皆さんもね、もしよろしければ、ちらちらっとね、覗いてみてください。リクエストがあればね、メンバーさんからのご希望があれば、できる範囲でいろいろね、動画探していきますんで、よろしくお願いします。10周年ありがとうございます。トミーさんありがとうございます。ちょっとこれ試してみます。おお、本当に青いぞ。流氷ドラフト、アバシービール。すごいな。なんで青いんだ。もう一杯。